皆さん明けましておめでとうございます福山でございます今日はアメリカとイランの対立を深まるイランアメリカイラン欧州ということについてお話をしようと思いますまず中東の戦略的な意義あるいは価値について申し上げますがキリスト教、イスラム教、ユダヤ教という世界の 三大宗教とも言うべきものの生まれた地域でありまさに聖地というその聖なる地この二つであってこの宗教はいずれも人間の魂を左右するものでありますから絶対的な価値を持ってこの対立構想というのがこの宗教によって生まれる。この聖地という ものの取り合い支配こういうものでも非常に対立を深める地域であります。また同じイスラム教であってもご承知のようにシーア派とスンニ派という相入れない対立勢力これが国家としても色濃く分けられておるわけであります。さらには原因の供給値 世界ののの最大の原油の供給地となっておりますもちろんロシアとか最近ではアメリカがシェールという新たな原油の供給をほぼ自前で使えるような体制になってますけれどもこの原油の供給値ということが大きな戦略的価値を持っておるわけであります。 またあ、ここにはスエズ運河というのがあって、えー、アジア、インドからヨーロッパさらにはアフリカへの貿易ルートになっておりますまた、新たな展開としては中国台頭する中国が一帯一路戦略というのを打ち出して、えー、南シナ海からあマラク海峡を越えてインド洋 そしてこのスエズン河というのを越えてヨーロッパに向かうという雄大ないわゆるその海の四六ロー土っていうのを構想しておりますけれどもそこに立ちはだかる大きなネックになる地域であります。これが中東全体の戦略的な意義価値でありますけれどもいずれにせよ中東というものは世界の中では老下な地域ではなくて。 <laughs> 全世界に大きな影響を及ぼす戦略的な幼地ということが言えようかと思います先ほど宗教というイスラム教というものを挙げましたけれどもこれのスンニとシーアというものの墨み分け色分けでありますけれども、えー、まあ 色が濃くなれば濃く,濃くなるほどスンニが主流薄い色がシーアが主流ということになりますけれどもここにありますように、えー、イラクでおいてさえも40%から60%のスンニということでまあこれはイラクというのはそういう意味においてはスンニとシーアの根鉱国家ということで中で今相争ってますけれども えー、ここに明瞭に浮かんでくるのがイランですね。イランというのは真っ白い、えー、地域で、えー、まあ,あほとんどがですね、えー、シーア派としたがって、えー、シーアとスンニの葛藤という相争いという図式においては明瞭に、えー シーアのイランというのは他の国とは立ち位置を異なるということであります。またそれぞれの国にはスンニが一定程度はおるわけですからこのイランの勢力はこういう他の国による、えー、シーアに対する工作というものが実施されておるわけであります。でこれをマクロに見ると今までは イスラエルというユダヤ教の国家が、えー、イスラム教というアラブの中に孤立するという形になっておりましたけれども今申し上げたようにスンニとシーアのー対立が厳しくなればなるほどイス,ラエルイスラエルというものはむしろスンニ派の国を取り込んでエジプトだとかあ,あるいは ジョルダンだとかトルクだとかサウジアラビアとかそういうのと手を組んで、えー、大きな切り口としては湾岸アラブプラスイスラエルというのが一つのお、まあ、ブロックでそれにイランというものと相対するという構図になっておりますもちろんイラクという今アメリカが現に陸軍軍を送り込んでいる国も えー、シーアとスンニの根鉱国家ということでこの中このイランとしては手始めにこのイラクに対してリーチをすると介入をするとでここでアメリカとの対立構造が生まれるとこういう格好になっております、えー、アメリカとイランの軍事的対決の背景というのはさまざまな理由があると思いますけど私は これを最も絞り込んでいけばですね、宗教の根深い対立、すなわちユダヤ教、キリスト教、あユダヤ教、イスラム教という、これはイスラエルと、えー、イランの対立がこれに由来するわけです。ところがです、イスラエルとトランプ政権の強い結びつきというのがあります。 これは、旧約聖書を実現するという考え方においては、アメリカで今非常に勢力を伸ばしております、福音派、エヴァンジェリカルというものとイスラエルは緊密に結びついております。で、福音派っていうのはトランプ政権の絶対の支持基盤を成しておるわけであります。 えー、アメリカ大統領はもともとイスラエルが非常に大きなそのユダヤロビーという,う、まあ、工作部隊といいましょうか力のある組織をアメリカ内に、えー、構築をして、えー、アメリカにはたかたか600万人ぐらいのしかユダヤ人しかいないんですけど3億人の中の600万人、まあ、5%ぐらいしかいないんですけどこれが絶大な力を持っております。 その絶大な力の源というのは情報と金だと私は端的に言えば思っています情報というのは彼らはメディアを全部支配しておりますそれから金融を扱う人たちこれは全部情報から金が生まれるわけですから金融の世界これはそれから医者弁護士 ありとあらゆる情報の集まる、国内情報、国外情報の集まる、ところにはユダヤ人が君臨をしております。非常に知療の高い民族であります。したがって、私はこんな比喩をしてるわけです。アメリカという巨像、まあアフリカ像とすれば、これは6000キログラム、6トンの巨像の上に、頭にちょこんと乗っかってるキツネ、 これが <laughs> アメリカの右を行け左を行けという支配力を持っている。これがあ私はユダヤ人の力、えー。日本は日米安保条約とかなんとか言いますけれどもユダヤ人の場合は600万人という数少ない割合の中でアメリカの経済、情報を支配する大きな力を持つ。これが イスラエルという孤立した国家を助けるもととなっている、イスラエルしたがって私は極論をすれば、イスラエルの安全保障の日本の柱二つの柱というのは、一つは核であります、軍事力であります、イスラエル自体の、もう一つがアメリカというものをむしろコントロールすると、自分の思うように使うと。 この2つがイスラエル存立の基盤だと私は思っております、えー。その証拠にトランプ大統領はエルサブレエルサブレムに首都を移転するとか、あるいはイランとヨー,ロッパをヨーロッパ、アメリカの核についての合意、これについて離脱をする、その理由っていうのはこれは生ぬるいと。 後々にこれはイランの核武装を容認する内容のものだと絶対許さんと。もうこれ言ってるのはイスラエルですから、イスラエルの言う通り離脱をする。今回のものも、まあ、ぶっきらぼうにその相手の革命防衛隊の司令官、そのコッズというその特殊部隊の司令官を白昼堂々と殺すわけですから。ドローンで。 それはもう大変センセーショナルな戦争布告に値するようなものだと私は思うんですよ。で、それをやったっていうのは一見ぶっきらぼように見えますけれども、イスラエルとしてはイランにちょっかいをかけて動いたら、今作り上げてる核の施設を全部ぶっ壊そうという思いがありありと私には透けて見えるうような気がします。いずれにせよ、 我々としてはあまり理解し難いところですけれども、この宗教というものが大きな、ああ、リンケージ、絆になってあるというのが不思議な現象です。まあ、旧約聖書というのは、えー、紀元前586年に、えー、バビロン補修というもので、ユダヤ人がディアスポラと言われるようなタンポポの種のように、 国を離れて世界に離散していったわけであります。で、旧約聖書の中には必ずイスラエルの国が今のイスラエルに立つというその教えがあるわけです。で、その後もその、この国は絶対にユダヤの国、ユダヤの国だというふうにイスラエル旧約聖書では記述していて、そのエヴァンジェリカルというアメリカの福音派というのはですね、 福音派のキリスト教もユダヤ教もその教典となる元いの教典は旧約聖書であります。したがって旧約聖書を実現するっていうことはアメリカの福音派にとっても絶対のそのテーゼなんだという考えでこの福音派っていうのはイスラエルを非常に擁護する。こういう立場をとっているわけです。それで次は 前提の if という話なんですけれども、今、アメリカとイランの戦というのはあ回避、回避されそうに見えます。しかし、アメリカがもしも本格的にイランを軍事攻撃する、全面戦争になる、というものを考えてみた場合の前提条件、今どうなっているかということを申し上げます。戦争には対義が必要です。 でそういう点からいけば先に手を出してそのあの司令官を殺したアメリカというのはこれは不利に見えます。客観的に見えばです、ね、その後ロケット攻撃ミサイル攻撃でイラ,イラクにいるアメリカを攻撃したということはありますけれども先に手を出したというパールハーバー式に考えればこれはどう考えてもアメリカが先手を打ったという不利に 見ええるように考えられますそれからアメリカが対戦をやるためには国連としてやるかあるいは有志連合としてやるかあるいは単独でやるかという選択肢がありますけれども、えー、昨今特にヨーロッパに対してはアメリカは非常に、えー、ぶっきらぼうな態度をとっています国防費が少ないとかなんとかいろんなことを言ってますけどあるいはもう EU は古いあの NATO は古いなんていう言葉も口に出しますけれども、えー、見るところーヨーロッパの同盟国からは反感をも持たれているこれが現状だと思います次に、えー、アメリカとイランがこう戦争をするとなった時のアメリカの作戦計画ってあるかというのはこれは100%あります日本だって中国と ことを構えるときの計画は防衛省の金庫の中には必ずあるわけですから、あると思います。で、アメリカはこの計画について何回も何回もリハーサルをし、ことが高まるごとにこの基本計画をおさらにブレイクダウンして、実際に使うる計画に仕上げていると思います。これは軍事会における常識だと思います。 それから攻撃のための米軍の戦力配置はどうなっているかということは、えー、後から簡単に申し上げますけれども、えー、かこれを総括していることは陸軍を投入しての陸軍あるいは海兵隊を投入してのお作戦というのは非常に重たい時間がかかりますけれども海空軍を使うやり方というのは非常に敬意にできるんじゃないかと思います。 トランプの思いつきにでも、幾分反応できるんじゃないかと思っています。それから、まずあの、作戦をやるときは戦闘展開といって、その、陣立てを、その、至近距離内に部隊を展開せない,いかんのですけど、これは受け入れ国の許諾が必要であって、 まあ、一つの問題はトルコという発信地があって前の湾岸戦争の時もこれは保護になったんですけど現在もトルコはアメリカとは一定の距離ができてトルコは使えないという格好になろうかと思います、えー、戦費については、まあ、あいろんな試算で言われているのは 10, 10兆円から20兆円かかると言われています、えー、2020のお国防予算というのが80兆円ですから、えー、トータルすれば100兆円になると。 でこれはあ場合によっては今アメリカと中国が覇権争いをして、えー、体力を消耗していますけれどもアメリカの凋略につながる可能性があるというふうに考えられますで平坦というのはこれは基本的にはアメリカ本土から大西洋太平洋を越えてこの地域に巨大な物量えー、おそらく1000万トンぐらいの物量が必要じゃないかと思うんですけれどもえー、大変なことです だから本格的な戦争をやるとなると相当な日にちがかかるということになってきますがえまあ今までの経験上アメリカは事前集積という形で船に積んだりあるいは同盟国に置いているものもあります。またもう一つ大きな問題は出口戦略えイランを軍事的,的に瓦解をさせた後にどうするかというのはイラクの例を,わかる例を見れば分かるように なかなか出口戦略は見えない。え手、ー、の日米戦のように、日本は、あ降伏したら、東京裁判を経て、いいダクダクと、今では朝日新聞や読売新聞、ああ毎日新聞あたりが、アメリカの絞めのような形になるくらいに、えー、日本が、あ完全に日米同盟の中に組み込まれたという、う例外的な話を除いてはですね、 イランというのはあ地上軍を投入してもなかなか簡単に収まらない国だと私は考えています、それから多少面への影響、これは後に話しますけど、中国や北朝鮮、こういうのに大きな影響が出るのは必要です。